はい、コーベットまで戻ってきましたね。まあこの少し先にですね、まあ、物置で、まあ、100円均一1000円均一の、まあ、アウトレット、まあ、そういった場所があるんですよ。何か掘り出し物があるといいなと思うんだけど、なかなか買う勇気がないんですよ。まあ、特に1000円のものっていうのは、まあ、本当に動くのかどうかちょっと不安だから、まあ、買えないとは思うんですけど、まあ、100円のもので掘り出し物があればいいかなみたいな、まあ、そんな気がしてるんですけど、何かありますかね。もうすぐ先です。あの招き猫の向こうです。招き猫。あ、こっちじゃない、ここじゃない、ここ。アウトレット市場。1台だけこうやっとくのがいいそうです。1台だけこうやっとくの。今日は何やら荒ぶってますけど、すごいすごい。これはどのように理解したらいいんでしょうか。まあ、ストレスなんですか。あれ、名前が忘れちゃったな。何くんだったっけ。ねえ、何くんだったっけな。何くんだったか忘れちゃったな。まあ、お花とか傷めなければいいけどね、口のとことかね。すーごい。はい、名前思い出しましたよ。あの、ドナドナくんですよね。ドナドナくん、なんかすごい今日は荒ぶってる。ドナドナくん、ねえ、そんなに荒ぶってどうするのって感じになってますけど、君もドナドナくんですか。こちら、まあ、歩道が整備されましたかね。前来た時こんな感じになってなかったような気がするけど。へえ。まあ、こちらが2万円なんですか。こちらの中のものですか。へえ。これは発電機ですかね。すごいね。こちらは1000円の方の物置です。あー、1000円コーナーですね。あー、
今日はね、岸君も、まあ、子供の日、端午の節句、まあ、五月人形ですね。この湯たんぽも1000円。あ、ゴルフクラブ1000円。ちょっとした棚が1000円。ああ、絵画です。ああ。まあ、ミレー風。まあ、そんな雰囲気なんでしょうか。こちらは、長靴ですかね。こちらが1000円コーナーでした。おー、こちらも空気清浄機かな。このレジスター、これはすごい。こちらが100円コーナーです。前来た時よりもちょっとバリエーションが増えてますね。あ、やっぱりモニターはこの車の模型もずっとありますよね。そして本ですよね。これはスノーボードですかね。これ100円コーナーにあっても、まあ果たして電気が通じるかどうかですよね。まあまあ、ああ、折りたたみの傘がありますね。なんか傘一本ダメにしちゃってるから、まあいい傘があったらいい、まあ、買いたいかなって思ってるけど。これは置物ですね。すごいね。はい。このような100円コーナーでした。こちらはちょっと心配ですね。